リムスパンキーの書き下ろし新曲ファイターが3月25日から放送の NHKBS ワースポ MLB のエンディングテーマに起用されることが発表となった。メジャーデビュー10周年となるグリムスパンキーの新曲第1弾となるものだ。 NHKBS ワースポ MLB は MLB の最前線で戦う日本選手の活躍を中心にメジャーリーグの醍醐味を伝える番組だ。シーズン終了まで一部期間を除き、大迫力のスピードとパワーで彩られる番組が毎日生放送される。グリムスパンキーはセブンスアルバムザ・ゴールドマインを引っ提げて全国ツアーザ・ゴールドマインツアー2024を開催中だ。昨日3月24日の日比谷野外大音楽堂公演の MC では新たな発表を匂わせていたが、それが新曲のワースポ MLB エンディングテーマ起用ということになる。同ツアーは3月30日の長野ファイナル公演を残すのみ。以下に NHKBS ワースポ MLB エンディングテーマファイターに関する松尾レミと亀本博隆のコメントを以下にお届けしたい。突き抜けるほどストレートにパワフルな曲です。戦いながら生きる全ての人へ作った曲。いろいろなことを常に選択していく毎日ですが、何かに迷ったり進むのが怖い時、誰かが笑っちゃうぐらい大げさなまっすぐさで、お前はできると言ってくれたらいいなと思う瞬間があります。そんな時に聞いてもらいたい。1日の始まり、昼休み、帰り道、気合い入れたい時にお守りにしてください。松尾レミ VOG 日本中が注目する今期の MLB を盛り上げる楽曲を担当できることをとても光栄に思います。この曲とともに日本選手たちが世界最高峰の舞台で大活躍してくれるのを願っています。亀本博隆 GNHKBS 番組ワースポ MLB 放送期間3月25日月曜日から11月上旬予定。毎回正放送放送時間月曜日から金曜日22時45分23時24分39分。3月の平日は22時40分23時19分土曜日22時30分23時9分39分日曜日21時44分。出演者解説者 MC 平日三宅健社テントホース MC 土日菊池優香スターラストプロモーション解説者井口忠人小早川武彦斉藤隆岡島秀樹太目康介岩村明則五十嵐亮太岩熊久志川崎宗則ほか http://www.nhk.jp/p/wsmlb/ts/y1jx4rmon 郡山ヒップショットジャパン2月15日木曜日鳥取ヨナゴアズティックラフズ2月17日土曜日岡山エビスマミーヤプロ2月18日日曜日広島広島クラブクワトロ2月20日火曜日京都タクタク2月24日土曜日新潟新潟ロッツ2月25日日曜日石川金沢エイトホール3月1日金曜日北海道札幌ペニーレイ243月3日日曜日宮城仙台連鎖3月8日金曜日福岡ドラムロゴス3月10日日曜日愛知名古屋市公会堂大ホール3月20日水宿大阪 NHK 大阪ホール3月24日日曜日東京日比谷野外大音楽堂3月30日土曜日長野長野市芸術館メインホールチケット2024年3月30日と長野市芸術館公演全席指定5,500円未就学児入場不可小学生以上チケット必要額割あり当日学生証提示で1000円バック http://www.glimspanky.com